selamat pagi. はい、今日はね、久しぶりに、ジムちょっとやりたいと思います。今朝の8時55分なんで、このジムは朝9時開くと思うんですけど、ちょっと今まだ開いてない状態で、ちょっと待ちたいと思います。で、その間にちょっと外の様子を、見ましょうか。外の様子はこんな感じで、なんかケーターフィットネスアイロビックとか、なんかここのジムは、なんか2階建てで、1階はバドミントンで、バドミントンのコートがあって、ほんでその2階はそのスタジオと、なんかマシンジムがあるんですよ。今まだ閉まってる状態で、もう3分前やけど全然開いてないですけどね。まだその間に待ちたいと思います。はい、9時3分でやっと門が開くんでしょう。はい、それで行きたいと思います。あ、そうですね、ここは電気今ついてないんで、バドミントンコートがあって2つぐらいかな。ほんでちょっと下行きたいと思います。電気もまだついてないんでしょう。だからみんなこっちの人が遅いんですよね。はい、こうやっていっぱいトロフィー並んで、これは多分バドミントンのトロフィーかな。なんかメインがバドミントンなんですけどね。はい、早速2階ジムの方に行きたいと思います。ちょっと階段取って、まだ暗いな。お客さん、俺が、あ、ここがあれやな、ここはスタジオですね。こうやってスタジオペースで、ちょっと大きな鏡があって、まあまあ結構広い。はい、ちょっと、はい、こうやってロッカーがあって、まあこれロッカーが多分会員さんが使ってるやな。僕はまだ会員になってないんですよ。はい、着きましたよ。ちょっと広さはどれぐらいかな、そんなに広はい、くないんですよ。背中トレーニング終わりました。約1時間15分ぐらいに、足流して、ほぼ何人しか一緒にやってないんで、知らん人ばっかりですけどね。ちなみにこういう音楽が流れてます。では、次の動画、楽しみにしてください。もしこの動画好きでしたら、LINE ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメント欄にもご自由に書いてください。では、参拝順番だけ。